どうもこんにちは、お疲れ様です。即課塾の久保です。今回の舞姫大学の特別講義なんですけども、この売れるコンテンツ、ヒットするコンテンツの作り方ということで講義の方が送られてまいりました。私からですね、そのコンテンツの作り方について、えー、基本の考え方をね、お伝えしようかと思います。まあ、まずね、販売しようとするコンテンツって、人が問題をどうしても解決したいっていうところに根ざしてないといけないんですよね。で、人が問題を解決したい時っていうのは、大体2種類ありまして、 今の苦痛から逃れたくてしょうがないっていう風な渇望があるときです。もう一つはですね、もっと豊かになりたいっていう風うなあポジティブなこういった渇望があるときですよね。まあ、要するにマイナスから出したいっていうのとプラスをもっと増幅したいっていうことになります。この2つの欲望のうち、人はより豊かになりたいという欲望よりも今の苦しみから逃れたいというね希望の方がものすごく強く、そして早く解決したいと思うわけなんですよ。 まあですんで、どちらかというと、人が今何かに苦しんでるだろうなと、それを解決してあげようという問題解決を提供するコンテンツがよく売れるということになりますね。まずこれが第一段階目の考え方です。まあ、例えばね、歯が痛くてしょうがないっていう人はすぐに歯医者に行こうとするんですよ。でも、ホワイトニングをしようかなと思ってる人ってすぐ行くかっていうとそうでもないんですよね。このぐらいの違いがあると思ってください。さあ、そして、苦痛から逃れるための 問題解決をしようと思った時じゃあどんな苦痛から解放してあげようかなっていうふうに考えることになると思いますここで二段階目の考え方があります何の苦痛を解決するのか例えばお金の問題解決っていうのが一つありますよね借金に苦しんでいる仕事がない所得が低いさまざまな問題があると思いますけどもこのお金に根ざした苦しみから解放するためのコンテンツこれがよく手に取っていただけるものになると思いますね二つ目は仕事です 自分がどんな仕事をするべきか、もしくは今の仕事でブラックロードで苦しんでいるとかね、えー、介護離職をしようかどうかっていうふうな瀬戸際にいるとかね、仕事、うん、転職しようと思ってる就職ができない、仕事の上司とうまくいかない、顧客とうまくいかない、仕事の中のプロジェクトが難航している、仕事の中でも様々な問題があり、それぞれ苦しんでいます。もちろんね、出世したいとかね、年収を上げたいとかね、えー、そういった あのポジティブな悩みもあると思いますけどもやっぱり人はねどうしてもこれがしたいしなければ本当に困ってしまうんだっていうふうな苦しみにいる人の方がその問題解決に対して積極的に手を伸ばす傾向がありますから今苦しんでいる人向け今仕事で苦しんでいる人向け悩んでいる人向けのコンテンツが売れるってことになりますよねじゃあ3つは何でしょうか3つ目はですね健康に関してですね先ほどの例ではないですけども歯が痛くてしょうがない人ってすぐに歯医者に行きたいわけですよ だから歯医者をを検索して予約を取るんですよねでもホワイトニングしようかしらっていう方は特に今日明日じゃないといけないってことはないので来月のの何日っってていいうふうな予約を取っていくのかもしれませんもしくはねホワイトニングに効くような,あな薬剤を通販で買ってねそれが届くまで待つみたいなこともあるかもしれないですよね。はい、健康に関してなんですけどもすぐに今の健康状態をなんとかしたい。 ということとあとはねそのうち自分の健康状態をより良くするために例えばダイエットに励もうかなとかねそういうふうな傾向に向かうのかもしれないですよねどちらかというとね今健康状態が壊れてあ健康ってありがたいんだなと思う人に対してのメッセージの方が受け取ってもらいやすいかもしれませんさあそして4つ目の問題解決苦痛から逃れるためのものですけどもこれ恋愛ですよね やっぱりね恋愛関係で悩んでいるとかうまくいってないとかね彼女が欲しいとかあの離婚協議中だとかね、えー、本当にそういう風な恋愛の悩みもしくは人間関係の悩みこれも早く解決したいですよねでもねやっぱ友達を増やしたいとかね趣味の友達を増やしたいとかうん,なんか新しい出会いが欲しいとかねこういったものはどちらかというと今人間関係や恋人関係に苦しんでいるよりも 緩やかな悩みと言えますですのでどちらかというと今すぐにの解決したい問題をお持ちの方に対してのメッセージの方が響くんじゃないかなってことですよね。はいということで今回はね売れるコンテンツそういったものを2つの切り口からお話ししてみましたまずは第一段階としては苦しみから逃れたいという方に向けてのメッセージの方がアクセスが高まるということそれに比べてもっと幸せになりたいというメッセージは すで、まあ、に余裕のある人に対しての、ね、メッセージになりますので、えー、そちらの方はどちらかというと手に取っていただける瞬間っていうのが遅くなるかなっていうところでね考えていただければいいと思います、えー、そしてどんな苦痛から逃れたいかもしくはどんな幸せをさらに追求したいのかに関しましてはいつもの4つのクアドラントお金仕事健康恋愛この4つのポジションから どれを自分は専門的に解決するそんなコンテンツを作ろうかなというふうに考えていただければよろしいんではないかと思いますはい、えー、その他ですねえ舞、ー、姫大学のナミさんからライフプロデュースアカデミーのお知らせもありますしそして昭和のコンテンツですかこれもなんかね興味深いものが秋もしくはね冬の方に控えてるということなんでお楽しみにそれでは続報をお待ちくださいいってらっしゃい